ああ、やっぱり体を打ち抜かれてたり、黒い液体が出てなかったり、何か服の下に落ちている。しかし暗くて見えない。なんだろう。ああ、とりあえずでも、あれだな、一回明るくなるんだろうな。ここの死体どれも綺麗なんだよな。絶対人が殺してるじゃん。あいつも怪しいな、やっぱり。わあ、とりあえずじゃあここ出て、一回の化け物と戦いますか。あそこの、あそこまで行って、あれかな、物を置ければ完璧なんだろうな。頑張るぞ。私、頑張る。こいつは永遠に寄ってくるやつだからな。ああ、痛い。なんでそんなに早いの？一回は絶対食らうってこと？これは。やだ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 や
うわ、すぐ近くにいた、すぐ近くにいた。よし、う、動け。いけ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 、来た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 。ひぃ、どこか隠れる場所。隠れる場所？行き止まり、隠れるとしたら。その声、アトウさん？アトウさん、こっちです。そこの段ボールをどかして。間に合った？間に合った？間に合ったの？そしてみんなと合流できたの？めっちゃお腹の音鳴ってるみたい。イエーイ！これで騙されてやんの？だっせー。逃げられてやんの？行ったか。なんでこんな危険なところに。ありがとうな。ん？誰？あ！シナノ。アトウさんだ。会いたかったです。あんまり大きい声を出すんじゃねえよ。だって。ったく、今死にそうな目に遭ってたのは俺の方だっつうのに。まあ、でも。無事でよかったよ。お前が。アトウさん、大好き。いや、男にこの状況で言われてもときめきはしねえな。へへへ。よかったね、シナノさん、生きてて。さてっと。それで、シナノ、早速だが、いろいろ聞かせてもらうぞ。はい。ああ、飛ばしちゃった。覚えてないことも多いんですが、わかる限りお話ししますね。あれは、土曜日の夕方ですね。家にいました。魔法少年ディータと神の剣を見てゴロゴロしていたので確かです。お前が土曜の夕方に小学生向けアニメを見ていたことに、まずびっくりだよ俺は。あ、ディータ剣面白いんですよ。少年アイドルのケンタくんが可愛くて。テータくんかな？知りません？割と有名らしいですよ。お前の意外な趣味は分かったから。話を進めろ。はーい。それで突然チャイムが鳴ったんです。どちら様ですかって聞いたら、警視庁ですって。警視庁？ナコノシ警察とか県警じゃなくてか。はい、そうなんですよ。俺もあれって思ったので聞き直しました。でも、ちゃんと東京から来たと。スーツ姿の若い男が入ってきて、後ろにも同じような人が5人ぐらい。だから俺、先頭のお兄さんに、僕が何かしたんですかって聞いたんですよ。そしたら、その人が確か、洛草公園の事件についてお伺いしたいとか言ってきまして。
洛草公園の事件。ああ、この間新宿の公園で狂犬病の犬が人を殺したって事件だったか？そうです。もしかして俺、犬が怖いのその事件に関わってたからじゃないかって思って。だからその、警察っていう彼らにおとなしくついていったんですけど。実は、エンピレオ研究所の連中だった。か。ってことなんでしょうか。車に乗せられた途端、スタンガンで気絶させられて、気がついたら、ここの実験室みたいなところにいたんですが。が？実は、そのあたりから記憶がまた、曖昧なんですよ。すみません。でもこのさ、シナノさんのその犬のトラウマみたいなのって、犬に噛まれてたら、なんか影響してるんじゃないの、体に。だから連れてこられたんじゃないの？気が向いたら、気がついたら、なんかみんな大騒ぎしてて逃げてて、ああ、俺も逃げなきゃって思ったんです。前を走ってた研究員さんっぽい人が、後ろの人を撃って、やばい、後ろにいるんだって、必死で逃げました。そして我に帰った時には、ここで倒れてたんです。待って、これさ、もしかしてさ、その研究員はシナノに向けて撃ってたんじゃないの？改めて無事でよかったな、シナノ。特に怪我はないか？それが、足に流れ玉当たっちゃって。暗くてよく見えなかったけど、大怪我じゃねえか。大丈夫ですよ。そんなに深くなかったみたいで、ゆっくりなら歩けますから。本当に元気そうなのが怖いんだよ、お前。神経通ってるか？だから化け物なんだって、きっとシナノはもう。通ってまーす。わあ、なんかさ、研究員のさ、人が言ってたじゃん。なんか怪我の治療でもして眠ってるんじゃねえのみたいな。ここにいたんじゃないの？怪我したまんま。シナノ。俺は脱出ルートを探してくる。希望はあるんだ。だからここで待ってろ。糸口が見えたら迎えに来る。え？大丈夫なんですか？そんなの危険ですよ。危険だからって、ここにいたら死ぬだけだ。やるしかないんだよ。いいから任せろ。アトウさん、かっけえな。シナノ。お前の顔を見て俺も元気が出た。無事に帰ろう。な。絶対に無事に帰れない。アトウさん、アトウさん折れます。バカ言う元気があるなら大丈夫だな。よし、行ってくるよ。行くのか。アトウさん、慌てて逃げている時、西側の廊下かな？あっちへ逃げていく人がいたんです。もしかしたら隠し通路とか万が一の時の逃げ道とかがあるのかも。西廊下か。ありがとう。行ってみる。西廊下ね。この光ってるのは何なんだ？逃げている最中みんながオリジンベータって叫んでたんです。何なんでしょうね。それについては詳しくまた話すよ。はーい。そうだ、アトウさん、そこにある救急箱持ってっていいですよ。使ってください。お前怪我しているんだろうが大丈夫です。それにアトウさんが無事じゃなかったら俺だって嫌ですもん。無理です、無理。使いたい時はもらっていく。さて、懐中電灯が切れたわけだが、仕方がない。スマホのライトを使うか。以降、照明がなければ探索ができないような場所では、スマートフォンのライトを使用して探索調査を進めていきます。ライトには、オフ、ロー、ハイの3段階があり、シフトキーで切り替えが可能です。ローでは暗くて調べられない場所でも、ハイにすることで進展することがあります。ただし、ライト点灯中はバッテリーが減っていきます。ハイにしているとさらに消費が早くなります。
メニュー画面を開いている間やイベントの進行中はバッテリー消費が中断されます。バッテリーの残量はメニュー画面で確認が可能です。お使いの Windows 環境によってはシフトキーを連打すると固定キー機能のダイアログが出現する場合がございます。ゲームプレイ中はこの機能を無効にしてください。はーい。さあ行くしかないのか。残量は 78% か。まだあるっちゃあるけど、あるっちゃあるけどって感じだな。セーブしとこうか。あいつどこ行ったんだ。しかもじゃないわ。しかしここも入れなくなっちゃったんだよな。西側廊下っていうのは一体どこなのかな。北南西は、西はでも通れないんだよな。瓦礫があって、なんとかして瓦礫をどかすことができればいいんですけど、あれ、瓦礫がなくなってる。あいつが通った時に崩れたのか。いや、何はともあれ行くぞ。行きますか。ほんとだ、瓦礫がなくなってる。なんだよあいつ、なんで叫んでこっちまで来てるんだよ。ふざけんじゃねえぞ。犬の声が聞こえる。加納さんかクラチさんになら持ち上げてもらえそうなんだけど。ほんとだ、ワンワン王がいる。え、体力めっちゃなくなったじゃん。え、さっきからなかったかな。回復しよう。今のめっちゃびっくりした。本当にびっくりした。とりあえずの回復だな。何だったんだ？あれ、避けられたのかな？これもまたすごい穴だな。ここから中に入れるかもな。よいしょっと。あ、めっちゃいる。めっちゃいる。あ、お守りが守ってくれた。ここで使っちゃったよ。あ。どこに行けばいいかな。さっきのやっぱりシャッターはどうしようもない。首が荒の方向、文字が読めない。文字が読めないのは多分ハイにすればいいんだろうな。 S 上には上がれない。地下に行くしかない。ここもシャッターが降りてる。なんかでも十字架が2本あるな。処分室か。それは十字架ありますね。ちなみにここに入れるのはゴミ処理室。とりあえずじゃあ中に入って、当たらないように気をつけて探索しましょうか。あ、早速当たるやん。ちょっとやり直そう。邪魔だなこいつ。うわ、ここにもいる。めっちゃいるな、ここ。巣じゃん、もう。巣じゃ、ここは。もう巣じゃ。邪魔じゃ、お前ら。とても邪魔じゃ。あー、ここもダメか。ん？この棚、何か不自然な気がする。この奥に行けるとかじゃなくて？ちょっと明るくする。お、動かした跡がある。中身は空のようだし、横から押せば動くかも。よいしょ、来ましたね。ちょっとじゃあ残量が怖いんで普通に戻して、新しいとこ来た。一回食らっちゃったな。でも体力が。あ、そっか、まだこれ使ってなかった時に戻っちゃったのか。さっき水も飲んでおこう。よし、その上でのセーブね。扉は赤いランプを灯して閉ざされている。緊急搬出口操作パネル。緊急搬出口、なるほど、そういうことか。カードをタッチしてパスワードを入力方式かな、こりゃ。ああ、またパスワードか。めんどくさい。しかも認証は A。って待て。
じゃあ、加納さんがいれば開くってこと？ん？ならなんであの人ここのことを教えてくれなかったんだ？ふざけてるのか何なのか。まあいい、探しに行こう。とはいえあの人がいないと今の俺は C ランクの扉も開けられないんだよな。どこかにカードがあればラッキーだけど。どっかに落ちてないかな。あ？これは鍵？さっき棚を動かした時に落ちたのか。物置の鍵。これ以上向こうには行けなさそうですね。どっからでもこの人たちに当たっちゃうから。あ、横の穴からか。物置の鍵だから。ワン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 。ワン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 。どこだったっけ、物置。あ、ここまた。なに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 、怖すぎてなんかもうシフトめっちゃ押しちゃうんだけど。なに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 、うまく避けられたけど、なんか、え、いる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 、びっくりした。暗くて文字が読みづらい。あ、すいません。死んだとされるハチトリはじめは生きている。僕は見た。これはただの夢じゃない。細胞を受け入れた僕だからこそ見えたビジョンなんだ。ハチトリはじめはなぜ死んだとされているのか。そういえばハチトリについてよく知らないが、とある研究員と仲良くなることに成功した。彼に頼んで俺は随分前に廃刊してしまったオカルト雑誌のエーテルを探してもらった。そして面白いものを見つけたんだ。この文体は間違いない。エーテルの記者原田とは、やっぱり彼のことだったんだ。それならば彼が1999年以降姿を見せないのも納得がいく。すると宇津木から初取りに対する思惑も、違う、思想も疑わなければいけない。宇津木はこの細胞をどうしたい？研究は目的を失っている。どうしたいんだろう。衛生用品、衣類、衣類。あ、いた。あんたこんなところにおったん？本が散らかっている。あの奥に行ったらなんかあるのかな？邪魔やな。あ、いた。あ、いけないな。これ以上はないのか。ここなんかいるんだよな。あれ？よかった。生きているまともな人がいるなんて思わなかった。俺は助かるんだ。一緒に行きましょう。何こいつ？怖っ。何こいつ？怖っ。ただただ怖いわ。あいつそのうちなんか化け物に変わるんだろうな。なんだろう、回数とかかな。はい。隣の部屋のやつはしきりに言っていた。初鳥様は生きているのだと。そんなはずはない。私は知っている。父の代から我が一家はアカシアの信徒だった。だから私は初鳥様の悲劇も知っている。宇津木様と同じほどに知っている。宇津木様がどんな思いで神の子を失ったのか知っている。だからこそ宇津木様は彼のお方のパンとワインをその身に入れたのだ。最後の晩酌の時、私はまだ幼かった。だけど知っている、知っている。だから私はあの雑誌を眺める男に憎しみを覚える。どういうこと？と全く話が読めないんですけど。神、そして神の子。なんだろうな、神の子って言われたらなんかテニスラケット振り回してるあの人しか思い浮かばないんですけど。また外に行ったらあの変な男が追ってくるんだよね、私のこと。ストーカーみたいな。セーブ。よし。他には？邪魔！邪魔！追ってくる割には部屋は隔ててこっちまで来ないんだよね。文字が読めない、すいません。私には母親などいなかったのです。母は兄が生まれてくる前に亡くなったのですから。けれど私はずっとこうして過ごしてきました。今さらお前には母と父がいて、兄と妹がいるだなんて言われても納得ができない。そりゃそうだ。4人も増えたじゃんね。これは交通事故で死んだ兄の細胞が、僕にも遺伝子レベルで存在するからだろうか。ともかくあの白衣を着た化け物たちが言うように、お前の記憶は乗っ取られているのだなんて、馬鹿げたことがあるわけがねえ。俺には両親も兄弟もいない。でもそんなこと言ってたらね、生まれませんからね。
どうやって生まれたのってなりますからね。ちょっと待って、ごめんなさい。ここで、あれだな、地図を読むのは危険っていうことだな。自分がどこにいるのかさっぱりわからない。下にまだ部屋があるのか、それともないのかすらわからない。あるなぁ。ちょっとマジ邪魔なんですけど。向こう側が崩れていて開かない。他には心が安らぐ。あ、お気の毒に。ん？え？うわー、絶対嫌だ、襲われる。うわ、人だ、生きてる人だね。よかった、お兄さんまともな人間だよね。まあ、はあ、私このまま死ぬんじゃないかって思ってた。よかった。ねえお兄さん、助けてよ。あのね、私の仲間を呼んできてくれるだけでいいから、みんなあっちにいるの分かってるの。仲間？あっちの、東っていうのかな。東側の廊下にね、部屋が二つあるの。そのうちの一つに仲間がいるんだ。お願い、お願いだよ。みんながいれば私、もう一回足が動かせるようになって、スキーがやれるようになるんだ。ねね、よろしくね。あはは。絶対やばいやつだわ。絶対にやばいやつだわ。わ、もう 68% だ。ライトってやっぱ消費電力でかいのかな？食うのかな結構。わ、これだけだ。何も使えねえ。戻ろう。ここ出よう。さよなら。あんたとはもうここでおさらばです。他には？ワンワンのところしかないなぁ。行けるところが少ないなぁ。この上も特に部屋があるわけじゃないんですよね。北、南、西、東。まあ、東側って言ったらだから会議室か簡易生活処置室のどっちかか。ここか？あ、ここが行けなくなってるな、逆に。瓦礫で、さっき化け物が襲ってきた時に崩れた感じかな、こりゃ。もうちょっと足場になりそうなものでもあれば、なんとか登って越えられそうな気もするんだけどな。なるほど、足場になるものを探せと。難しいな。ここのやつはまだいるのかな。あ、いなくなってる。行けますね。何かないかな。もう一個明るくしなきゃダメとかある？入れる。大きな穴が開いている。向こう側へ繋がっていそうだ。行っちゃう？行っちゃいましょう！入ってみる！あ？ここかーい！ここかーい！なんだ、何もないのかよ。せっかくわざわざセーブまでしたっていうのに。古い洋式トイレ。電池はもう取らなくていいんですね。わかりました。何もない説。赤い水が溜まっている。何もないじゃん、トイレのくせに。せっかくトイレまで来たのに。何もないということ？でもまあ、これがある意味通り道になるのかな。こっから向こうに行けますよーっていう。あ！物置の鍵がピタリとはまった。誰？あんた誰？襲ってこないでしょうね。死体だった。これ絶対また頭浮いてさ。うー戻ったぞ。あいつ戻ったぞ。あは？もう絶対じゃあ追ってくるやつじゃん。もう分かってるんだからね。分かってるんだからね。でもこれ以外何もないってどういうこと？何の収穫もないのはなしだよ。ちょっと。ちょっと。何も収穫ないのはマジでちょっともう。何のために私ここに入ったと思ってんの？こんちゃ。ダメか。ちょっと待ってよ。せめてなんかさ、この人が、あ、認証キーがあるとか、そういう展開じゃないの？
マジか。マジなのか、マジで何もないのか、ここ。本当に何もないつもりだ。わ、この人本当に何もないつもりだ。え？本当に？本当に何もないつもり？本当にそうみたい、さようなら。もう一回開いたら何か。何もないっすね。使えなーい。え、でもさ、それって物置の鍵わざわざ置いとく必要ある？そんなことないよね。絶対何かあるよね。ねえ、ん？壊れていないパイプ椅子は持ち歩くのちょっと大変そうだな。おい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 、なんか意味ありげなこと言おうとしてんじゃねえぞ。何も意味ないんかい。段ボールで足場作って向こうの瓦礫越えるとかそういうのもなしですか？あっち側には行けないんだよね、きっと。道がどっかつながってるわけではないんですね。何のために？そのうち何かで使うの？この道を。なんか逃げるときに使ったりするのかな？女子トイレの方には行けないと。なかなか難しいじゃないか。ああ、そうね。こっから出られないから、あそこから出られるよっていう優しさね。優しさのやつね。はい。とりあえず、探索めっちゃしたんで、怖いんで、今日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。